はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、タイトルはなぜプロゲーマーは筋トレをするのかみたいなタイトルになってるかもしれないんですけど、主に僕がね筋トレをしている理由とか、メリットとかをねちょっと話そうかなと思います。僕は約2年前から本当趣味の範囲ではあるんですが、筋トレをちょっと始めました。で、1年ぐらい前かなから、ちょっと本格的にジムに通い始めて、こう本当にちゃんと計画して筋トレをするようになりました。で、初めはね、家でこう自重トレーニングとかを、あとちょっとダンベル買ったりとかをねしてました。動画や配信のコメントで、なぜ筋トレをしてるんですかって、聞かれるんですよね。ゲームの競技選手にとってなんか直接的にこうメリットがあるのかみたいなことを聞かれるんですけど、結論から言うとゲームとは直接的には関係はほぼないです。それはねそれはないんですけど、ただね、いろんなメリットあると思うので、ちょっとそれを話そうと思います。でもそもそも根本的に、人間の本能として自分の容姿をこうより良くしたいって思うのは当然じゃないですか。それはもうもちろんあります。まだ日本はこうフィットネス文化がこう一般的にはこう知られてないというか、筋トレをすることに対してまだあまり理解がない人もいると思うので、その辺は仕方がないかなとは思うんですけど、はい、ではじゃあ僕がね、そのゲーマーとして筋トレをして、メリットがあったことをちょっと話そうかなと思います。まずね、ちょっとメモしてあるんでちょっと見させてもらうんですけど、まず本番で緊張しなくなりました。僕はですね、本当ね、本番、その大会の舞台に立った時、オフラインと特にオフラインなんですけど、めちゃくちゃ緊張する人だったんですよ。こう大勢の前で実際こう席に立ってやるっていうのが、なんでしょうね、家といるような感覚では全然できなくて、すっごい心臓バクバクしちゃって、もう全然手がね思うより動かなかったりとかがあったんですけど、筋トレをちゃんと始めて数ヶ月後ぐらいからもう何でしょうね、緊張は全然しなくなりましたね。これは何でしょう、自分にこうちょっと自信が持てるようになったからとか、そういうものかもしれないんですけど、僕が得たメリットの中でかなり大きい一つかもしれません。で、次は、集中力アップですね。これはですね、ちょっとこの後に、話す、ちょうどいい運動っていう話にもつながるかもしれないんですけど、ゲーマー僕とかね、プロゲーマーとかそういうストリーマーとかもそうですけど、ゲームを長時間やる人は本当に長時間椅子に座ってるので、1日、あんまり運動しないんですよね。だから、単純に運動不足っていうのがあって、だけど筋トレを始めて、なかなかこうね、ちょうどいい運動にはなったおかげで、そのゲームしてる時間と運動する時間のこうメリハリがついたから、ゲームするときはすごく集中できるようになったかなと思います。で、次の基礎体力アップと、免疫力アップ もうこれも今まで話した話と全部本当つながってるんですけど、僕すっごいね風邪ひきやすい人だったんですよ。もう1年に何回も風邪ひいてて、 でも筋トレを始めてから、かなり風邪をひく頻度はかなり減って、もうここ1年以上は全然ね、がっつり風邪っていうのは引いてないと思います。で、基礎体力アップっていうのは、あまり家だと実感がないかもしれないんですけど、海外の世界大会とかオフラインに行った時に、本当に一日もう何十時間っていきなりもう連続でやるんですよ。何十時間言い過ぎか。一日もう朝から夜中までずっとやったりするんですよ。しかもプレイしてる時間っていうよりも結構待ち時間も多かったりとかして、非常に体力を使うんですけど、そういうとこでも、体力アップっていうのは効果があったんじゃないかなと思います。で、最後のメリットとしてはやっぱりね、モテます。もうものすごいモテます。本当に一部の男性ファンからものすごいね熱い視線を送ってもらいます。 OK、 まとめるとメリットとしてはやっぱりこう、全部つながってるんですよ。本当に全部つながってる。免疫力アップ、集中力アップ、基礎体力アップでしょ。で、運動不足解消でしょ。で、それによって自信がついたりとか、本番に緊張しなくなったりとかも、全部つながってるんですよね。ね、ゲームするって言ってもやっぱ自分の体なんで、自分の体をこう強くするっていうのは、そういう部分ではゲームに直結するとも言えるのかな。
体のバック話したんですけど、まあ、頭にとってもすごいいいと思うんですよ。やっぱりね、頭の回転は速くなると思うんですよね。まあ、これもなんか科学的にその運動っていうのは、まあ、頭の良さ、頭のなんだろう、回転力とか集中力アップとか、まあ、頭が良くなるっていうね、なんか確か研究があった、研究結果があった気がする。まあ、僕の得たメリットとしてはこんな感じです。で次に、まあ海外の話なんですけど、まあ、そもそも、ね、なんで筋トレをプロゲーマー筋トレをするんですかっていうコメントはよくあるかっていうと、やっぱり、ね、e スポーツ大国であるアメリカとかそういう ね海外の方でやっぱ筋トレしてるプロゲーマーが多いからっていうのがありますよね。場所にあのチームによってはもうチームとしてチームの練習の一環として、まあウェイトトレーニングだったり、まあ、そのスポーツとか、まあ、筋トレをするっていうプログラムを組んでいるチームも e スポーツチームもあります。これに関しては、まあ、そもそもね、特にアメリカとかに関しては、まあ、フィットネス大国で、まあ、筋トレをするっていうものがすごい浸透してるし、まあ、健康意識も高いので、やっぱり向こうではね、あの病院がね高くてなかなか行けないから、まあ、そういう意味で免疫力を上げるためにちゃんと筋トレする人もいたりとか、まあ、ジムがねもうコンビニ並みに多かったりとかして、まあ、そういうジムに行くっていう習慣もすごい文化としてあったりとかっていうものがありますよね。アメリカの高校でもやっぱ筋肉ついてるやつの方がまあカースト的には上でしょうし、まあ、アメフト部とかなんかそういうねフィジック知ってる人だったらジェフ・セイドみたいな人がもう高校のこうトップに立ってるわけですよ。それはねなんかみんな憧れるし、なんかまあ強さに直結してますよね。まあ、そういうそもそものね筋トレをするっていう文化がそもそも根付いてるっていう。だけど最近になってはやっぱりその筋トレの効果、僕が経験を得た集中力アップとかそういう部分もみんな理解し始めたので、 e スポーツプロ e スポーツチームによっては、まあ、筋トレプログラムのチームのプログラムの一環としてこう組み込んでるところも増え出したって感じですかね。はい、というわけで、まあ、話すとこんな感じです。まあ、僕が得たメリットと、まあ、海外の話はこんな感じです。まあね、やっぱり体を動かすってことはやっぱメリットしかないですよ。まあ、デメリット言うなら時間がねちょっと取られるっていう部分があるかもしれないんですけど、まあ、家でスマホ見たりとかしてる時間を削ればいいだけなんで全然できると思います。まあ、本当別にねこれプロゲーマーだからっていう理由じゃなくて、まあ、普通のね全然そういう競技シーンとか行ってない人でも全然やった方がいいと思います。何よりねやってる時は楽しいですからね。というわけでここからはあの僕がねその筋トレを始めた時、ほんと始めたての時やってた自重トレーニングをちょっと今からやろうと思います。はい、というわけで着替えました。ちょっと汗かくので、で今からね何をやるかっていうと腕立てをやります。まあ、実際に僕が筋トレを始めた時にやっていたメニューです。で参考にしたのは、クリス・ヘリアの、腕立て動画ですね。クリス・ヘリアは筋トレしてる人なら誰でも知ってると思います。で腕立て、まあ、メインとしてはもちろん大胸筋を鍛えます。で、まあ、あと補助で三頭筋って感じなんですけど、まあ、しっかりと、まあ、胸で上げるように、筋トレをします。はい、じゃあまず普通の腕立てからいきます。腕立てをちゃんと胸に効かせるやり方とかを知りたい方はもう筋トレ YouTuber さんとも言っていただいた方が分かりやすいかと思うので、あんまりそういうとこはね説明しないかもしれません。まあしっかりとねこう胸に効かせることが一番目標なので、そこをしっかり意識して、まあ、上げるとき頭の方って言ったらいいのかな。とりあえずアップを兼ねてるので20回ねいきます。まあ肩幅ぐらいで下ろすときはしっかりゆっくりでネガティブ意識して、上げるときはパッと、何回やったか忘れちゃった。まあ、アップです。これはアップです。はい、じゃあ次は、ジャンプする腕立てをいきます。まあ、下ろして上げるときにこうパッてジャンプ、ちょっとジャンプするやつですね。ここをまあとりあえず10回ぐらいいきます。
何回やったかな10回じゃってない。はい、次に大胸筋をストレッチさせる種目をいきます、まあ、しっかりこうねこういう風にやって、片方こういう風に曲げ片方だけ曲げてねこの片方を伸ばす感じですね。はい、じゃあ最後にこういう高さのある椅子とかに足を乗せて腕立てをします。はい、というわけでこんな感じです。まあ僕が最初の頃にやってた自重トレはこんな感じです。腕立て系は、まあ、負荷が足りなくなった人は、まあ、こうジャンピングとか、 なんかプッシュアップバーとか使ってやってみてください。で背中トレとかは僕はなんか懸垂がやっぱり一番いいと思います。というわけでこの動画が良かったらグッドボタンぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と通知ボタンもぜひお忘れずに、お疲れ様でした。